こんにちは、こじこじです。今回はハードオフでジャンクで購入しました。こちらプレイステーション3後期型動作確認修理の方を行っていきます。ということで、こちらが今回ハードオフでジャンクで購入しましたプレイステーション3です。価格なんですけども、こちらにも貼ってあるんですけども、税抜き2500円、税込み2700円で購入してきました。こちらの詳しい状況なんですけども、現状品ハードディスクありませんということで購入してきました。ただこちらのプレイステーション3なんですけども、電源がね、汎用型の電源のため通電確認だけはしてきました。通電確認といっても、こちらのね、電源ランプが赤くならなくてずっとね、緑の点灯をしているということだけ確認してきました。なので多分壊れてはいなくて、ハードディスクがないのでジャンクでね、販売されているのかなということで購入しました。それでは早速ね、動作確認の方から行っていきます。とりあえず最小構成の HDMI ケーブルと電源だけ挿しました。それではね、通電確認を行っていきます。それでは電源オン。ちゃんと電源が入って通電していることは確認できます。で、ランプの点灯も赤とかではなく、しっかりね、緑の点灯をしているので、ハード的にはね、壊れていないものだと思われます。ただテレビはね、何もこのような感じでね、映らない感じですね。あ、出てきましたね。起動できません。正しい本体ストレージが見つかりませんということで、もしかしたらこれハードディスクを入れてファームウェアとか設定すればちゃんと動くのかもしれません。動作確認の結果、本体ストレージが見つかりませんということだったので、以前ね、購入したジャンク袋に入っていたハードディスクを搭載したいと思います。こちら 2.5 インチのハードディスクですね。日立の 320GB です。こちらを使用します。それでは、プレイステーション3ハードディスクを搭載するところまでね、分解します。で、ハードディスクなんですけども、こちら、正面のね、こちらに搭載されているということです。今回のね、機種はちょっとね、ハードディスクないということなので、こちらにね、ハードディスクを搭載していきます。まず、こちらのね、蓋ですね。こちらの蓋を外します。マイナスドライバーかなんかで、パカッてやると。はい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 。こんな感じでね、外せると思います。を外せました。こちらプラスのね、ネジが閉まっているので、プラスドライバーで開けます。ほほほほ、こんな感じですか。やっぱり初めてのね、プレステ3ということでね、ちょっとね、まあプレステ3自体初めてじゃないんですけど、このね、新しい機体のプレステは初めてなのでね、ワクワクしますね。で、これでフロントのこちらがね、取れるのかな、取れる的な話を見たんですけども、横にずらしてからの持ち上げると簡単に取れますね。これ今までね、力ずくで上に持ち上げようとしてたんですけども、横にずらしてからの上に持ち上げる感じですね。こちらの取っ手をね、取って、ハードディスクのトレイをね、取り出します。こんな感じですね。はいはい、やっぱりハードディスクは入ってない感じですね。で、中身はこんな感じ。続いてね、トレイにハードディスクをね、搭載していきます。まあ普通にね、こんな感じで搭載して、ネジをね、4箇所締めるだけですね。ネジもしっかりとね、袋に入って付属されていました。多分ね、店頭でね、なんか個人情報が漏れないようにね、ハードディスクをね、外したものだと思われます。ハードディスク外してまでジャンクで売る理由って何だったんですかね。コメント欄になんかバンされたね、プレイステーション3のシリアルにログインすると、その
僕のねアカウントまでバンされちゃうよみたいなことを書いてあったんですけど、そういうバンされてるプレステ3とかってことなんですかね。はい、ということでハードディスクのネジ締め終わりました。こちらをねプレイステーション3に搭載します。それでは先ほどネジ締めしたハードディスクを搭載します。まあ向き的にはね絶対入らないようになっているので、入る方向にねはいしっかり刺すだけです。これで元通り蓋をしまして、後ろのねこちらのネジを締めるだけですね。でハードディスクの搭載が終わりましたら、別途パソコンの方でファームウェア用のね USB メモリの作成を行います。プレステ3ファームウェアと検索するとソニーのプレイステーション3公式のホームページが見つかります。こちらのアップデート方法の項目があるんですが、一番簡単なのがねディスクアップデート、ゲームディスクを使ったアップデートなんですが、今回はパソコン経由でのアップデートを行います。こちらのアップデートダウンロードを押してダウンロードを開始します。ダウンロードが終わったらパソコンに USB メモリーを挿します。 USB メモリーを選択し、PS3 フォルダーを作って、中にアップデートフォルダー、その下にダウンロードしたファイルを配置します。これでアップデート用の USB メモリーが完成しました。それでは再度電源を入れます。電源ポン。先ほどと同じく緑色の LED が点灯しています。画面はやっぱり何も出てこない感じですね。やばいな。あ、出ました。コントローラーを USB ケーブルで接続して PS ボタンを押してくださいということでね。はい。しっかりとね、元からコントローラー用意しておきました。それでは、プレイステーションボタンを押します。おいしょっと。お、しっかりね、一コン認識されています。システムソフトウェアが正しく動作できません。PS ボタンを押して再起動してください。再起動しても正常起動できない場合は、本体ストレージのシステム領域をフォーマットし、システムソフトウェアをインストールする必要があります。先ほど作った USB メモリーは、起動時にスタートとセレクト同時押しでね、スタートするみたいですね。それでは USB メモリーを接続して、おいしょっと、スタートとセレクトを押して電源を投入でしたっけ。電源オン。アップ、とりあえずスタートセレクト押しっぱなしでプレステボタンかな。お、来ました。接続中です。しばらくお待ちください。ちょっとどう、これカメラいじくろうかな。こんな感じですね。一人で操作するのは結構きついんですけども、このような感じでね、確認中しばらくお待ちくださいと出ています。本体ストレージのシステム領域をフォーマットします。フォーマットすると本体ストレージ内のすべてのデータが削除される可能性があります。スタートとセレクトボタンを同時に押して5秒以上長押ししてください。フォーマットすると元には戻りません。まあ何に使ってあるハードディスクだかわかんないのでフォーマットします。確認中ですということで、多分ねこの確認が終わるとフォーマットが始まると思われます。フォーマットが来ました。結構時間がかかりそうですね。ゆっくり 1% ずつ進んでいる感じです。はい、ということでね 100% 完了しました。完了すると再起動か、なんか今すげえプレイステーション本体3からミシッて音聞こえたんですけども、大丈夫ですかね。再起動的なことかな。あ、おプレイステーション3システムソフトウェアバージョン 4.82 ということで PS ボタンを押してください。おいしょ。アップデートを確認しています。しばらくお待ちください。お、来ました。無事にね、なんかね、治りそうです。やばい、これちょっと嬉しい。来るか?お、来ましたね。利用承諾契約ということでね。はい、まあ長いんで次行きます。
とりあえず同意しないと使えないので同意します。アップデート中は絶対に電源を切らないでください。わかりました。なんかちょっと目を離してるうちにね、ファームデートのねアップデートが終わって再起動してきました。これはバッチリなんでしょうか。それではほいしょっと、あ、初期設定来ましたね。これバッチリですね。普通に進めていきます。 HDMI、 あ、 HDMI でいいです。おお、起動してきました。起動してきた。ちょっとこれは嬉しい。かなりお買い得だったんじゃないかと思います。あ、超嬉しい。嬉しい。正直嬉しい。これは嬉しい。はい。そしてね、PlayStation 3がね、何より初期型と比べてね、すっごい静かなんですよね。どうやら画面的にはちゃんと動いているようですね。それでは最終確認にね、ちょっと適当なソフトで動作確認を行いたいと思います。それでは以前秋葉原のねゲームショップで中古ということで480円で買ったシュタインズゲートゼロ、こちらを使ってね動作確認します。とりあえずね、あの2周ぐらいはねクリアしたんですけども、すべてのねエンディングをまだ見ていないのでね、あ、セーブデータやべ移行してないわ。まあいいや、とりあえず動作確認します。来るかな？来た！本体に、あ、確かになんかインストールありましたね。たった24メガって何をインストールしてるのかわかんないんですけども、はい、インストールすることで、はい、しっかりね、起動してきました。内部のね、ピックアップレンズが読み込み不良とかもね、ないようで、しっかりとね、読み込んできました。いや本当にね、2回目なんですけども、何よりすごく静か、初期のねプレセ3に比べるとすごく静か。はい、ということでね、無事に修理完了して動くようになりました。最後までご視聴ありがとうございました。今回ラッキーだったみたいで、ジャンクの理由としましては、ハードディスクがなかったからジャンクだったみたいで、ハードディスクを搭載してファームウェアのアップデートを行った結果、無事にね、使えるようになりました。今までね、初代プレステ3を何回かね、修理してきたんですけども、やっぱりプレイステーション3後期型ということでね、プレステ2との互換性を切ったおかげか、まあ、技術の進歩のおかげか、サイズがね、かなりコンパクトになっていて、多分熱問題も解消されているのかね、騒音もかなりね、低くなっていました。初代プレステ3は、起動するとね、もう小さい掃除機でも動かしてるのかってぐらい、グーンって音がしてたのでね、このプレイステーション3大事に使っていきたいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると、僕のモチベーションが上がります。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。